1955年のロードレース世界選手権。1955年のロードレース世界選手権は、フィムロードレース世界選手権の第7回大会である。5月にスペインモンジュイックで開幕し、イタリアモンザで開催される最終戦まで全8戦で争われた。6月、4輪のルマン24時間レースでメルセデスが観客席に飛び込んで爆発炎上し、 ドライバーと観客81名が死亡するという事故が起きた。このモータースポーツ史上最悪の第惨次の影響は大きく各国でモータースポーツを危険視する声が高まり、スイスでは国内でのレース開催を禁止する法案が可決された。このためにロードレース世界選手権が始まった時からその一戦に加えられていたスイス GP もこの年から開催されなくなり、 この年の選手権は前年より一戦少ない全8戦で争われた。また開催地が点々としていたドイツ GP はこの年初めてニュルブルクリンクの 22.8km の北コースが物体となったオランダ GP ダッチ TT ではスターティングマネーを低く抑えられてきたことでプロモーターに対する不満がくすぶっていたプライベートライダーたちが行動を起こした。 要求が受け入れられなかった彼らはレースをボイコットすると宣言し、350cc クラスがスタートすると十数人のライダーがパレードのようなスロー走行で一周した後にピットインしてしまったのでる。さらに、ジレラのワークスライダーであるジェフ・デュークとレグ・アームストロングがプライベーターたちを擁護した。ただし、二人はレースのボイコットには反対だったため騒動が500。 CC ラスにまで波及するのを恐れた主催者側は、話し合いに応じ、スターティングマネーの増額を認めた。こうして、騒動は収まったに見えたがこの年のシーズン終了後の11月、フィームはデューク、アームストロングをはじめとする葬儀に加わった、ライダーたちに対する処分を発表、翌年の1月1日から6ヶ月間の世界選手権への出場を禁止した。これにより、デューク、 アームストロングとジレラは1956年シーズンの開幕戦からの2戦を欠場せざるを得なくなったのである。チャンピオンのジェフ・デュークを擁するジレラが盤弱の体制で新シーズンを迎えたのに対しランキング2位のレイアムが乗ったノートンは前年をもってワークス活動から撤退してしまった。メガボルト・アグスタに移籍して今シーズンを戦うはずだったアムは ところが、グランプリシーズン前に、イタリアのイモラで開催されたレースで、自己死してしまう。アムに代わって、同じく今シーズンから、メガボルト・アグスタに移籍したウンベルト・マセッティがアジレラに、挑んだ。開幕戦のスペインでは、レグ・アームストロングが、ジレラでの初勝利を挙げたが、第2戦のフランスから第6戦オランダまでの後、戦中で、リュークが4勝を飾る。 デュークが唯一落としたベルギーでもチームメイトのジュゼッペ、コルナゴが勝利しており、開幕から第6戦までジレラが1位を独占していた。そしてアルスター GP では、金銭的なトラブルによって、ジレラチームが欠場することになり、デュークもレースに出なかったが、デューク以外で唯一タイトルの可能性のあった、チームメイトで2位のアムストロングも欠場したため、デュークはこの時点で3年連続となる 500cc。 クラスタイトルを確定した。500cc クラスではジレラに立ち打ちできなかった、元グッズイだが 350cc クラスでは無敵を誇り、この年は前線で勝利した。満刀の 250cc クラスで GP 初優勝を飾ったビル・ロマスは続けて 35cc クラスでも勝利するとシーズンの残りのレースすべてで優勝かにという安定した速さを見せ、 ボイコット騒動のあったダッチ TT でチャンピオンを決めた。前年勝敗企業クラスで圧倒的な強さを見せた NSU がワークス参戦を中止したことにより 250cc クラスは前後戦で5人の勝者が生まれる混戦となった。初戦のマンシマをビル・ロマスがメガボルト、アグスタの短気筒 125cc を 203cc にボアアップしたマシンで取ると 第2戦のドイツは地元のヘルマン・パウル・ミューラーが NSU の市販レーサーで勝利した。ワークスを引き上げた NSU だが 250cc の市販レーサーの開発と販売は継続しており、ロードモデルをベースに開発されたこの短気筒マシンはグランプリを戦うのに十分な戦闘力を持っていたのであ。オランダではロマスがトップでチェッカーを受けたが、 燃料補給の際にはエンジンを止めなければならないという、この当時のルール違反を犯したために2位に降格、ルイジ・タベリが繰り上げ優勝となった。アルスター GP では、ジョン・サーティースがグランプリ初優勝を飾り、カルロ・ウビアリがこのクラス初優勝を遂げた、最終戦のイタリアで5位となったロマがタイトルを獲得した。ところが11月のフィム会議にて、 オランダでのローマスを失格とするという裁定が下され、この結果タイトルは逆転で、ミューラーのものとなった。この時45歳だったミューラーは、グランプリの最年長チャンピオンである。撤退した NSU に代わって 125CC クラスを支配したのは、イタリアのメガボルトアグスタだった。マンシマでは、ルイジ・タベリが自身にとってもスイス人にとっても、初となる。 グランプリ優勝を成し遂げ、第2戦以降は、カルロウビアリガゴ連勝で以来となる 125cc、クラスチャンピオンとなると同時に、メガボルトアウースタに、シーズン全勝の記録をもたらした。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。